ドッキリです。いやー、また勝っちゃいましたね。このクソ大事な終盤で、6連勝ですか。本日も勝ってね、6連勝という結果になりました。おめでとうございます。いやー、にしても勝つやん、もう。昨日は、なんすか、用具が、うまく、空港の検査抜けれなくて、試合前打撃練習がなかったんですが、7点取って勝ちましたよと。で、本日なんとね、先発予定だった奥村選手が、右肘の違和感だか痛みだかで抹消されてしまって、プロで先発経験のない森唯斗さんがね、急遽、先発で投げなければならないというトラブル。まあ、またしても、2日連続のアクシデントに見舞われたわけですが、まあ、始まってしまえばね、ワンアウトから、三森とマッキーがそれぞれヒットで出て、今シーズンね、ワクワクさんからすでに2本ものホームランを放っているギータ先生がね、もう緩い球を思い切る、引っ張って、スリーラン。ギータ！やっぱギータないよな、もう。やっぱね、もうこのチームはまだまだギータのチームですよ。あれはね、まあ、今年は2015とか、2018年のような成績とはできませんけど、まあ、やっぱね、やっぱホークスはギータのチームですよ。まだまだ最高の4番の仕事をしてくれました。もうね、さすがとしか言いようがありません。で、先発の森さんもすごくて、まあ、もう最初から3回って決まってたんでしょうね。もう初回からもう危機迫るようなピッチングで、もう一球一球もう命かけて腕振ってるような勢いでね、なんと1回裏2回裏をパーフェクトで仕留めてくれました。でしかも3回裏も7、8番バッサリと切って、ここまで8人連続アウト取ってもうパーフェクトやと。いや、もうここまで来たら。もう森さんの任された3イニング最後のアウト一つ取って、もう3イニングパーフェクトでいきそうやなと思ってたら、大田光ソロホームランドーン！キャルー！大田さんちょっとやめてくださいよ、もう急に。こちとらウキウキ浮かれてたのにね、なんか急に現実に引き戻されたかのような。なんか夢で橋本環奈とキャッキャウフフしてて、親にね、あんた早く学校行きなさいよと起こされた時みたいな気持ちになりました。はい。まあ、とはいえ、まあ、急遽先発だったんですね、森さん。本日、プロ初先発で、まあ、任された3イニングを1失点。いや、もう。いや、もう。そう。もう十分すぎるほどにね、ナイスピッチングでした、森さん。お疲れ様です。で、4回裏を任された泉だったんですが、まあ、最近登板方だったこともあってね、疲れもあったと思うんですけど、センター浅村選手にヒット浴びて、で、辰巳選手にフォアボール出して、鈴木大選手にタイムリー浴びて、なおワンアウト2、3塁。1点差しかありませんと。泉おい、何してんねんと思ったところで、2者連続三振。くる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 。いや、まあ、手のひらくるくるまではちょっと いかなかったかもしれないですけど、まあ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 、最小失点ならね、まあ、リード保ってましたから、まあ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 、まあまだいいでしょうというところでありました。ただね、そこからホークス、5回表とか、ツーアウト1、2塁で、デスパイネがレフトに大きな当たり打って、シャーこれ3だやろうと思ったら、ハルキストがフェンスにね、体打ちつけながらジャンピングキャッチアウト。ハルキー！いや、もうハルキストやろ。もう今年の序盤サンザーホークスボコボコにしたんやからさ、ちょやめてよそういうの。直前にギータがね、背中にデッドボール受けてたんで、いや、お前何してくれてんねんと、親方落とし前スリーラン頼んますぜっていう振りをね、配信中やってたんで、ほんまに打ったと思った時にね、がっかり具合がエグかったです。はい。6回にもね、柳町くんがレフトに大きないい当たり打ったのにね、またハルキストがナイスキャッチしよってからにもうほんまフラストレーションが頂点を迎えたところだったんですが、ラッキーセーブ7回表、ツーアウト1、2塁でまたもやデスパイネ、リベンジしてくれリベンジしてくれ、全てのタカファンの願いが届いたんでしょうか。ニックキ西川春樹の頭を超える対戦金のリベンジスリーラン、デスパイネ、デスパイネマジでありがとう。かっこよすぎた。いや、リードしてるとはいえね、わずか1点差で、もうずーっとなんか嫌な空気だな、嫌な流れだなと思ってたところだったんで、本当によく打ってくれました。ありがとうデスパイネ。まあね、まあ、やっぱ今日も野球ってね、流れあるんですね。このデスパのスリーランの直前の6回裏に、加山さんがワンアウト2、3塁という超絶大ピンチを招いてしまいまして、うわー、これやべえやって思ってたんですが、なんとね、鈴木大選手がスクイーズを試みて、打ち上げて、ピッチャーフライ。で、加山選手が、3塁送球、ゲッツ。あぶねー。ぶっちゃけ今日の試合はもうこれで決まりましたよね。うん。もうデスパのスリーランはこのプレーのおかげで生まれたと言っても過言ではないかもしれない。まあ何にせよね、本当にデスパにありがとうございました。で、余韻に浸ってたらなんか審判団が4人集まってきて、おいおいおい、何って思ってたら、審判団自身の判断で、リプレイ検証を行います。とか言い出してね、ははですよ、こっそら。いやいや、どう見てもスタンド超えてますやんってね。もう何が疑問に思ったのかわかんないんですが、なんか一回審判団が後ろ引っ込んでいって、で、我々待たされて3、2、3分ぐらい。で、そしたらその責任審判を名乗る森さんという方が出てきて、リプレイ検証を行った結果、打球がスタンドをダイレクトで超えていたので、本塁打といたします。どや！いや、わかっとるか！
かな。いやもう言われても分かっとるかな、おい。言われんでもデスパが3ランなことぐらい我々分かってました、最初から。ね、勝手に自分で検証始めて、勝手に自分で納得して、勝手にドヤ顔で当たり前のこと言ってるんすか、もう。勘弁してくれよ、もう。無駄にドキドキさせないでくださいよ、本当に。これ多分ね、ホークスファン以上に無駄に期待させられた楽天ファンの方が怒ってますからね。うん。なんか、デスパイネの落とし前リベンジ3弾かっけーってなってたらね、なんかその後にネタ時間が挟まってしまいました。まあこれで4点差ということね、勝利はもうほぼ確定的になりましたということで、松本勇樹、藤井萌音郎、いつもの MFM 勝ちパターン3人衆がね、もうビシッと000並べてくれて、勝利ホークス6連勝。さらに2チャンがオリックスさんに勝ったので、ホークス一気にマジック2つ減らしてマジック9ということになりました。もうパーフェクト。いやー、なんとなんとね、ホークスが勝って2位から4位のオリックス、西武、楽天が負けるという、あのなんかね、もう逆に申し訳なくなるぐらいね、あのホークスにとって都合のいい日となりました今日も。はい。いやこれでね、2位オリックスさんとのゲーム差が3になりました。ついに良い明日は運命の首位攻防戦、オリックスさんとの3連戦が始まります。さあ大事な初戦、相手先発山本由伸対して、こちらの先発坂東優吾、坂東優吾さん今シーズンのシーズン防御率が 4.46 で、対オリックス戦の防御率が7.04。 まあただですよ、まあ、ホークスはこの3連戦で1つでも勝てばほとんど優勝が確定的になるという状況で、まあ、オリックスサイドにかかるプレッシャーはね、もう想像絶するものがあると思うんですよね。一つも落としちゃいけないんだという。さすがに明日はきついかもしれないですけど、逆にね、まあ、本当野球何が起こるかわからないですから、今のホークス打線の状態なら、ちょっと山本由伸相手にも何か起こしてくれるんじゃないかなっていう期待感あるのでね、ちょっと早く、一勝でもすればとは言いましたが、早く勝つに越したことはないんで、明日は奇跡、ミラクル、バンクラスで期待してね、しっかり応援頑張っていきましょう。もちろん、明日土曜日夕方18時からね、ライブ配信させていただきますので、よかったらぜひ、また遊びに行ってください。本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ボス